どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットや、生活を豊かにする製品をご紹介させていただいているガジェットチャンネルです。このように、再生リストまとめさせていただいております。主にクラウドファンディング系の製品を結構多くレビューさせていただいてますので、ぜひですね、クラウドファンディング製品、興味があるよっていう方いらっしゃいましたら、こちらのね、再生リストも再生してみてください。そしてコメントの方もお待ちしております。今回なんですけども、新感覚の浴び心地を体感することができる生ナノバブルシャワーヘッドを、放出することができるこちらのね、シャワーヘッドをご紹介しようかなというふうに思います。こちらのシャワーヘッドなんですけど、現在、キャンプファイヤーというクラウドファンディングサイトで、出資支援を行っておりまして、皆さんも経験があるんじゃないでしょうか。毎日お風呂に入って、しっかりと髪の毛をガシガシガシって洗ってるんだけども、なんかね、こう、なんか痒かったりとか、フケが出てしまったりとか、そういう経験ございませんか？僕も、あります。実はそれって何が原因か皆さん知ってますでしょうか？実は洗いはしっかりできてるんだけど、すすぎ残しが原因なんですよ。すすぎって実はすごい大切で、すすぎが足りないと、シャンプーとかのそういった薬剤がですね、髪に残っていることがあるんですよね。で、それによって頭や肌の違和感を感じて、痒みが発生してしまったりとか、フケとかそういったものが発生する原因になっております。で、今回ご紹介するこちらのシャワーヘッドに関しましては、そこのところをしっかりとですね、問題解決してくれる素晴らしい製品になっていまして、ナノバブルメーカーが作る日本製のナノバブルシャワーヘッドになっています。で、洗浄はもちろんのこと、保温や保湿、そういったところにも優れているので、乾燥から来るフケだったりとか、すすぎ残しから来るフケだったり、かゆみ、そういったものとかも徹底的にですね、問題解決してくれます。で、さらには、このシャワーヘッドの、この、中心地にある、穴、なんだけど、これ全部で24個、シャワー穴が開いていまして、これね、特許技術を、使っているコアが埋め込まれていてですね、そこから生成された直後の生ナノバブルっていうものが、浴びることができるので、もうね、その浴びた時の水流の感覚っていうのはですね、他のシャワーには戻れないほど気持ちいい形になっております。実際ね、これもう一回使ってもう一回パッケージングしたので、僕はですね、これ体感してみたんですけど、正直言って驚きでした。で、現在こちらのシャワーヘッド、このような価格になっていて、価格も結構安めです。なので、皆さんも非常に家庭に取り入れていただきやすいかなと思いますので、今回ね、徹底的にこちらレビューさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、お待たせいたしました。今回紹介するのが、このナノリズムナノバブルシャワーというですね、生バブルを体感することができるシャワーヘッドになっております。こちらなんですけど、どうです？まずパッケージングからしてめちゃめちゃしっかりとこだわっていますね。このナノリズムというですね、製品に関しましては、こだわって作られておりまして、ここにも書いてあるんだけども、ナノバブル発生数に関しましても、4億4400万個、さらには節水の効果も高いですし、安心保証である、購入後1年間の保証がついているっていうところも、結構僕としてはこうポイントが高いところかなというふうに思います。で、そもそもナノバブルシャワーって言って、ナノバブルってどういうものなのかって皆さんご存知ですか？ナノバブル、聞いたことはあるよっていう人もいらっしゃると思うんですけど、実はね、そこまで理解ができてない人って結構多いと思います。はい。ナノバブルについて実際ご紹介させていただくと、ナノバブルというのはですね、まあ、いわゆるですね、微細気泡っていうものを、まあ、日本語では書く感じになっていて、ナノバブルは 0.001 ミリの、未満の気泡のことを指します。で、マイナスイオン帯電の気泡のため、これね、非常に細かい隙間の奥まで入り込むことができるんですよ。で、イオンを吸着することで汚れを浮き上がらせることとかもできるので、そういった意味からも毛穴の奥まで入り込んだナノバブルが毛穴に詰まったこの皮脂汚れとかをですね、洗浄してくれるっていうところからも結構いいかなと思います。このようなね、
絵のように毛穴の奥の奥までちゃんとしっかりこのナノバブルが浸透して、この、毛穴に詰まった汚れとかをかき出してくれるっていうところから、こう普段ね、フケが発生してしまうような皮脂汚れだったりとか、そういったところも、除去できる形です。要するにですね、この皮脂汚れとか、まあそういったところも、掃除できるっていうところから、頭皮の匂いを、発生させるっていうのも予防することができるので、特にね、30を超えた僕みたいな男性とかには頭皮の匂いってだんだん強くなってくるので、そこはね結構僕としては嬉しいポイントかなっていうふうに思いました。で、実際このシャワーヘッドなんだけど、先ほどね、お伝えしたように、このシャワーヘッドの中心地にあるこの穴、これが結構ねすごいんですよ。このような形で結構ねちょっと大きめの穴が24個、ある形になっていて、この24の特許技術コアっていうのが、この生ナノバブルっていうのを最大限、楽しむことができる、秘密になっております。これ、1本のコアから中心粒径100ナノメートル以下のですね、ナノバブルが、約ですね、1850万個発生する形になっていて、それを、まあ、24のコアの合計値として、4億4000万個、まあ、発生させることができる形になっているので、そこら辺のところはですね、皆さんも実体験していただくと、他のシャワーヘッドとは、あ、こんな違うんだっていうのが分かってくれるっていう、特に驚きのポイントかなと思います。で、ちょっとこれからですね、お風呂場に行って実際に、まあその水の、出方だったりとかをご紹介させていただくんですけど、まあちょっと軽くですね、スペックの紹介をするとこんな感じになっております。スペックとしては重量として195g で、こちら、サイズ計としても 83×高さ170って形で、見た目ね、ヘッドがめっちゃ大きいから、なんか持ちにくそうに見えるんだけど、ここの柄の部分の、ところがですね、しっかり細い形になっているので、僕結構男性でも手が小さい方なんですが、しっかり握ることも可能です。で、ここのカーブ部分も結構カーブがしっかり効いてる形になるので、シャワーヘッド取り付けた時にですね、頭とかそういったところにかかりやすいっていうのも非常にいいかなと思います。で、こちら材質としては本体 ABS 樹脂と EPDM というものを使っていて、結構ね持った時も軽いので、昨今ね結構重たいシャワーヘッド多いじゃないですか。なんでそういうのに比べると非常に扱いがしやすいですね。で、その他のところに関しましてはスペック表をですねご確認いただければと思います。で、カラー展開なんだけど、今回ね2つ用意がありまして、僕が今持ってるのがシャワーリングのシルバーの方です。で、ここの部分がホワイトのモデルもあるので、全体的にホワイトの方がいいよっていう人はそちらをご購入ください。で、取り付けの際なんだけど、アダプターっていうのが実はこれ入っておりまして、こういった感じのアダプターもついていますので、こういったアダプターを使っていただいてですね、実際に、まあ、あの皆さんのご家庭に合うですね、アダプターで、取り付けていただければと思います。基本的にはこの図のようにですね、シャワーヘッドを今までついているのをネジで、回して、取ってあげて、でもうあとは、これをホースに取り付けるだけになっているので、そういった意味でもそこまで難しいってことはないです。で、とうとうイナックス、3A、そして、拡大、そういったものに関しては、これね元々がネジ系が G の2分の1になっているので、シャワーホースのネジ系にそのまま突っ込んでいただければ取り付け可能です。一方、KVK とか MIM に関しては、こちらのアダプターが必要で、KVK は K がついてある K アダプター、 MIM に関しては M アダプターを使っていただければ、こちらね、両方使える形になっております。取り付け不可のものに関してなんですけど、一応バランスガマだったりホース一体型シャワーとか、ああいったものに関しては、こちら取り付けができませんので、そこら辺のところに関しては、皆さんご購入前に、付けれるかどうかっていうのはご確認ください。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、お待たせいたしました。シャワーヘッドを早速取り付けをしてみましょう。今ついてるのが全く別の、元からついてある、シャワーヘッドになるんですが、このシャワーヘッドをこちらに変えてみます。こんな感じです。
結構ですね、シャワーヘッド、つけてみた感じとしても、やぼったくなくて、なんかおしゃれな感じがしていいですね。じゃあ、早速なんですけど、水圧、皆さんやっぱシャワーと言ったら気になりますよね。なので、水圧の方を実際に見ていきたいと思います。まずは、こちら、水圧、弱の方を見ていただきたいんですけど、弱はこのような形です。水の出口一つ一つからトルネードした水流が出ていることがわかりますかね。こんな感じでちょっとスパイラル状の、まあトルネード型の、まあ水の出し方っていう形になっております。で、続いてちょっと水を強くすると水流は、このような形になっております。で、一番強くするとこんな感じで結構ね交差しているのがわかるかなと思います。まあ、こんな感じの水の出方です。実際に、まあこのスーパーナノバブルシャワーなんだけども、そのスーパーナノバブルの機能がついてるのとついてないのとで、どれぐらいシャワーの水の出方っていうのが違うのかっていうのを同じ、まあ水圧でですね、試してみるとこんな感じになっています。どうですか？結構違いません？水が一気にブワッと出るのがやっぱこのスーパーナノバブルシャワーで、機能なしのものに関しては確かにパッと出てるんだけども、出てる時の水の量ですよね、この勢いっていうのが全然違うかなっていう風に思います。なのでそういった意味からも一般的なまあミスト水流とかではないからこそ、こうしっかりとですね、こう洗えるっていうのもいいところです。しかもですね、こちらの、シャワーヘッドなんですけども、ただ単に水流が、強いっていうわけではございません。このナノバブル、先ほども言ったように毛穴の奥まで入り込んで角質層まで汚れをすっきり落とすことができる形になっているので、例えばなんですけども、こちらメーカーさんが実際に調べたものにはなるんですが、40代男性の頭皮の画像を、実際洗浄前と洗浄後で、こちら見てみるとですね、こんな感じで頭皮の皮脂汚れ、フケ、ベタつきとかそういったものがですね、すっきり落ちているんです。なのでそういった意味からも匂いとかそういった、まあいわゆる緑、エイジ臭とかそういったものもですね、覗くことができるので、そこは結構僕的にいいんじゃないかなっていうふうに思いました。ただすべての汚れが落ちるわけではないので、シャンプーと併用してこういったシャワーヘッドを使っていただくと、よりですね中年の方、そして中年に入りかけの方もですね、周りからも、まあこう匂いの、評価でマイナスになることとかもないんじゃないかなというふうに思います。しかもナノバブルに関しては保温っていうところも非常に効果的で、今実際にですね、僕の足にですねこちら水をかけております。これ実際、シャワー前この温度でしたなんですが、こちらシャワー後実際ですねこの少し 2,3 分置いて同じように測ってみたら、結構温度が高く、しかも、こうね、キープできてたんですよね。でこれ、機能なしの普通のシャワーの場合だとどうなのかっていう風に言うと、まあ実際これぐらいになっていて、透的に温度が違ったんですよ。なのでそういった意味からも今回のシャワーヘッドを使っていただくことで、まあ最近はちょっと暖かくなってきたんですけども、冬場とか、ああいった、まあ結構ね寒い時期とかはかなり、重宝していただけるんじゃないかなと思います。あと、まあ、個人的にね、僕結構お風呂で歯磨くことも多いんですけど、お風呂で歯磨いた後ね、この口の中っていうのを、しっかり洗うときに、まあ、このシャワーを使っていただくと、口内環境に関しても、この出る水で、まあ、実際、こう、洗い流すこともできるので、そういった意味からも、この口の中のケアっていうところも、このシャワーは使うことが可能です。また、今、こういう風に溜めることでナノバブル風呂っていうのもできまして、これナノバブル風呂、聞いたことないよっていう人もいらっしゃると思うんですけど、実際腕とかをつけるとこんな感じでですね、気泡が肌に密着するんですよ。で、このナノバブルを使用したお風呂はですね、先ほど頭皮の時に油汚れが取れてたように、まあ、この体中の皮脂汚れとかそういったものも、
毛穴から、ナノバブルが浸透して、で汚れを落とすことも可能になっているので、そういった意味も、含めると結構いいんじゃないかなと思います。それではこちらのシャワーヘッドを実際にまとめの方に入りたいと思います。まとめていきましょう。レッツゴー。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回ね、こちらのナノバブルシャワーヘッドをご紹介させていただきました。どうでした？めちゃめちゃすごくない？こちらのシャワーヘッド、実際ね、使ってみた僕の感想としてもかなり保温力も高いですし、それだけじゃなくて実際にここから出る水っていうのもめっちゃ気持ちいいのよね。今までのシャワーヘッドも確かに悪いものではなかったんだけど、今回のシャワーヘッドに変えてからやっぱり、僕普段ですね、やっぱフケとかも結構出やすい乾燥肌ではあるんですが、そういうのも改善された感じがします。なのでフケとか、痒み、そういったものを悩んでる人とかは変えたら結構ね、日常が変わると思いますよ。で、実際使ってみていいところ悪いところをご紹介させていただくと、まあ、こんな感じになっていまして、まずなんといっても、こちらなんですけど、洗浄効果が非常に高いっていうところもいいんですよね。なので、油シャンとか、そういったのをされてる方とかにも非常におすすめかなと思います。で、さらには握りやすいこの形状っていうところで、結構ね、ここの首の部分がやっぱ細いから、普段からの、シャワーをするときも握りやすいんですよね。で、角度もちょうどいいので、そこも結構いいかなっていうふうには思います。で、さらには、こちら、まあ、ナノバブルっていうところが非常に、まあ、こう、多く発生する、ものになっているので、まあ、他のナノバブルのやつと比べてもですね、明らかに倍以上になってるっていうところから、同じくらいの値段出すんだったらこっちの方がね、やっぱりいいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ一方残念なとこありますかっていうと、残念なとこはね、そんななくて、特にですね、気に入らない点っていうのはあんま感じませんでした。なので僕は結構このシャワーヘッドいいかなと思います。唯一、まあ、つけてほしいかなっていうところで言うと、今回、水圧チェックっていうのをやったと思うんだけど、別に自動水圧制御っていうのもこれはついてるわけじゃないのね。水のそのいわゆる出す量をただ単に変えて、それで、お見せしただけなので、実際ね、水圧を制御できるような、まあ、シャワーヘッドとかもあるので、そういった機能があるとよりいいのかなと思いました。でもこの価格帯だったら仕方ないのかなって感じはするので、僕はあえてこの価格帯だったら大きなデメリットはないかなっていうふうに思います。今回はこんな感じでレビューの方を終了させていただきます。非常に手頃な価格で、ナノバブルの、体験がしっかりとできるシャワーヘッドになってます。ぜひ皆さん、頭が痒い、どうしようもない、もう痒すぎるっていうふうに思ったらこちら、使ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。